はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソドイッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、ナイトメアアプレンティスというね、最強幻想マズグモンスターが実装されました。かわいい。このモンスターが実装したことによって、幻想マズグ系のデッキが強くなってるんですけども、まあ、何が一番強くなってるかっていうと、キマイラなんですね。幻想魔族といえば、幻獣王キマイラとか、この、幻獣魔王バフォメットみたいなモンスターをね、使って展開していく、まあ、融合テーマなんですけども、これアプレンティスが来たことによって何が強くなってるかっていうと、これね、レベル6なんですよ、ナイトメアアプレンティスが。でさらに手札1枚捨てる特殊召喚ができて、貫通力もあり、かつ初動にもなる、召喚特殊召喚した場合に幻想魔族持ってこれるんで、幻想魔族だから、まあ、コアトロとか、まあ、あのソードナイトとか、まあ、ディアベルゼ今回実装されてなかったんですけども、その辺も全部持ってこれます。でこれが持って、こいつらが持ってこれるっていうのに加えて、レベル6っていうのがあって、レベル6ってことは、これ、幻獣王バファメットとか、幻獣魔王バファメットがレベル6なんで、レベル62体並ぶんですよ。レベル62体並ぶってことは、ベアトリーチができるんですね。で、ベアトリーチができるっていうことは、あの、好きなカードを2枚墓地に送れると同義なんですよ。で、好きなカードを2枚墓地に送るっていうことは、いろんなクソデッキができるんですね。で、キマイラデッキの強いところは、幻獣魔王バホメットっていうモンスターで、デッキから獣族、悪魔族、幻想魔族を何でも墓地をくれるんで、なんか結構その他を、墓地を送って特殊召喚したりとか、あとこのね、神殿を守る者っていう最強モンスターを墓地をくれるんです。で、幻獣王キマイラが、これ相手のターンに墓地から除外すると悪魔族特殊召喚フリーチェーンでできるんで、これ墓地から特殊召喚できるんですよ、神殿を守るもので。神殿を守るものがモンスターゾーンに存在するとドローフェーズ以外ではカードドローできないっていうガチでヤバい効果あって、ここにこのかく乱作戦が絡んだ場合、相手の手札全部判別できるんですよ。これがベアトリーチがめっちゃ簡単に成立するようになって、めちゃくちゃ決まるようになりました。結構もうほぼ決まるぐらいの感じ、妨害なければ。ナイトメアアプレンティスなんかガゼル融合ソナにしたら絶対サーチできるし、でミラーソートナイトとかこれで持ってこれるから、まあ、安定感もあるしね。まあ、もちろんベアトリッチ出なかったりとかすると結構難しかったりするんだけど、あ、ちなみに一応かく乱作戦ができんかった場合でも、あのランク4歳できれば一応デュランダルがそのプトレマイオスで特殊ができるんですけど、このあのデュランダルも一応このかく乱作戦と同じような効果持ってるんで、まあ、似たような動きができるということで、体感マジなんか8割くらい決まんじゃねっていうぐらい決まりましたね。はい、ちょっと早速ね、このアルティメット最強前半デス展開お見合いしていきます。デュエルスタンバイ。いや、やっぱディアベルで来てほしかったですけどね。多分次のなんか白き森とかと一緒に実装ってことなんですかね。いや、ディアベルゼくらいちょっとね、でもちょっと正直ディアベルゼがダメなのは よく分かっていて、個人的には。これなんでかっていうと、ペンデラムテーマを殺すからなんですね。幻想が一緒に実装されてるのにディアベルゼ実装すんなみたいな話はあるんで。はい。これ、こっちの方がいいか。はい。なんで、まあ気持ち分かんなくはないです。はい、正直。ナイトメアアプレンティス来ちゃー。ナイトメアアプレンティス召喚ムービーあるらしいんですよね。これ可愛いんですよ。一応新パックのあれでは見ましたけど、これナイトメアアプレンティスがないか、ナイトメアアプレンティスさん結構なんか若干のなんかなんていうのかな、そのなんかロリ感があっていいよね。ちなみに僕ストライクゾーン3歳から5歳なんで結構ロリコンって言われてまして、あ、 G うぜえ、 G 貫通っていうかもう無視していくしかなくね、 G なんて。とりあえずコーンフィールドコアトルぶん投げてみるか。コーンフィールドコアトル効果発動、売れらなそうだな。なんか、チェーン的にわかんないけど。で、ミラーソートライト、持ってきます。一旦ミラーソーぶん投げまして、で、ロリコン出すでしょ。かわいい、かわいい、この子、やばっ。で、ナイトメアアプレンティスの効果発動。マジでね、最高にロリコンだね。うん。最高にロリコンだ。なんか、ちょっと大人の女性というよりかは、なんか、中学生とかぐらいの感じするような。で、ガゼル召喚で。中学生にしてはちょっと体できすぎな話はあるけどね。ボディができすぎてるという話はあるけど。で、キマイラフュージョン発動。でキマイラフュージョン発動しまして、まずとりあえず一旦エンドフェーズハンデスを確定していくか。バフォメッツとガゼルで、ここで融合召喚し、あらあら、幻獣王キマイラ融合召喚、幻獣王キマイラが融合召喚に成功したため、ガゼルの効果、そしてバフォメッツの効果、バフォメッ
と何蘇生すればいいんだろう、これリミラーソードかな、ミラーソードナイト、さらに幻獣を決めるのハンデス効果。一応対象耐性はあるんで、あのキマイラいるからね、なんで対象耐性は今のところフィールド上のモンスターにはいるんだけど、ちょっと待って、これ何持ってくるんだ、まあ一旦コアトルかなんかでいいか、タオはちょっと後であの落とすかもしれないしな。で、キマイラフュージョン回収、はい、ほい、ほんで、ちょっと待って、一旦ベアと出すしかないのか、ベアトリーチェ出しに行きましょう。ベアトリーチェさんは何が強いかっていうと、好きなカード往復で1枚ずつ落とせるのが強いんですよね。結局墓地落ちて強いカード結構いっぱいあるから、これをなんか2発打てるのは強い。普通にこれもだから、ベアトリーチェでかく乱すればいいだけでしょ。まあ、つまりこれもミラーソードは使っていいな。ミラーソードないと、まあ、ここで裏で打たれるのはその最後どうでもいい。オッケーで、バフォーメットどうでもよくねえか、融合できねえか、だからこれあれか、ここに打たれてやばいか。バフォーメットなんか引いたな。あー、裏らか、オッケー、まあ、ここへの裏らはまあいいか、ギリ耐えた、ギリ耐えギリマジでギリ耐えた、危なすぎたけど、まあ、ギリ耐えた。なんでかっていうと、種族が違うモンスターが2種類いるからですね。で、幻獣王キマイラを、墓地を送りながら、ロルバを落とし、そしてキマイラ、これさっきキマイラフュージョンの方がいいか、対象耐性今ねえもんな。融合発動で、融合発動して、幻獣魔王の方のバフォメット出しに行くでしょ。で、幻獣魔王の方のバフォメットさんが、融合召喚するとデッキからカード墓地をくれるんで、まあ、ものすごい量のドローさせちゃったんだけど、ものすごい量のドローさせちゃったんだけど、まあ、最強のモンスター落とすじゃないですか。で、これでターンを終了しますよね。で、これで墓穴の指名者って言われた瞬間に結構やばいんだけど粛清か、 OK、 墓穴だけほんまにやめて。あの時墓穴入ってない説あるかな、結構。ちょっと待ってね。スタンバイフェーズまで行くわ。スタンバイフェーズ、ベアトリーチェ効果発動する。で、ベアトリーチェによって、アプレンティスを、コストにし、なんかあるね。アプレンティスコストにしつつ最強カード持ち置くでしょ。で、ここで、ロールバックの効果発動する。で、ロルバの効果によって、かく乱作戦をコピー。さあ、お前の手札引き直せ。そしてさらに、意欲幻獣キマイラの効果により、墓地より最強モンスター神殿を守る者を特殊召喚したら、通れよし、イエス、オーイエス、特殊召喚戻せー、はい、引き直せません。はい、引き直せません。最強！いやー、キマイラなんか真面目に組んでる人多いと思うんですけど、不真面目に組んでも強いんですよね、このテーマ。不真面目に組んでも強いの強くねえか、普通に考えて。これはとりあえずガゼル持ってくるわ。これガゼル、チェーンはね、確かいける。デストイパッチワーク発動するでしょ。ガゼルチェーンは、まあ、妨害なきゃいける。で、こうして、はい。で、召喚権を使わずに融合しに行って良さそうですね。まず融合しますと。はい。で、あ、そう、あのね、召喚権をどこに割くかは、あの結構やっぱ、召喚権かぶり割と起きるんで、このテーマ。なんで、あのガゼルを召喚していいのか、デストイパッチワーク、あ、デスパッチワーク、間違えた、ミラーソードナイトを出すのかみたいなのは、まあ一応ね、ある。いろいろ。っていう話で、チェーンの効果で、レスイパッチワーク持ってきて、まあ、これはコストになるだけなんだけどね。でガゼル効果でナイトメアプレンティスで、ナイトメアプレンティスの効果起動して、もうこれいらないからこれ捨てて特殊召喚 OK、 はい。でナイトメアプレンティスの効果発動する。でミラーソードナイト
これは結局さ、なんかさ、大体ベアトリーチは出んのよ、こんな感じで。ベアトリーチが出るっていうことはそういうことなのよな。まあ、OCG の方ではちなみに、ベアトリーチ気にしないましてね。あの、クソほど弱体化されたんですけどね。なんか死ぬほど弱体化受けてまして、イカれてる弱体化受けてるんですけど、ベアトリーチ出してるんですか。で、これで、まあ、ミラーソード召喚しますよと、やっと。で、ミラーソードの効果、ミラーソードの効果でバフォメットアーチックですよ。バフォメットの、あの、そのサーチ効果あるじゃないですか。このサーチ効果を発動した後は融合モンスターしか出せなくなっちゃうんですね。だからこれをする前にベアトリーチが成立すればいいんですよ。基本的には展開のなんかあの基本というか、はい、これです。これが起きれば大丈夫で、あとはベアトリーチの効果起動して、なんか相手なんもなそうだね。でこれでまあ最強カードを2種類送っていけばいいわけですよ。でコース時でしょ。でまあ決まりのフュージョン打ちますよね。で決まれば、あ、これ先に打った方がいいな。これさっきも言った、これごめん、先に打った方がいいです。これ先に打たないと一応対象体制が付与できてないのでっていう話があって、でバフォメット特殊召喚して、でバフォメットの効果と、バフォメットの両方バフォメットやった、ごめん両方バフォメットやった。でバフォメットの効果で、ミラソが特殊召喚されて、でバフォメットの効果によって史上最強モンスターである神殿を守る者が墓地に送られてもう神殿守るのを史上最強モンスターって言ってるの多分竜実況チャンネルだけでしょ、多分だけど、多分竜実況チャンネルだけなんだよな。カードを3枚セットさせてもらって、でこれでエンドっすね。でスタンバイフェーズに動きましょうか。まだね、結局だいたいね同じ盤面なの強いんだよな普通に。うわやばい、エッチンプチェまずい、やばい、ちょっと待って、やばい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 、なんかちょっとアドバンテージ稼がれたって。これがあんだよな、厳重お決まりだ、ランハンだから、ランダムハンデスやからさ。スタンバイフェーズでいいか、全部スタンバイフェーズに動きます。はい、スタンバイフェーズ、ミラーソードライトの効果によってこのカードをリリースすることにより、体力のバフメットを特殊召喚、体力のバフメットの効果によりさらにカードをサーチ、ただ結構妨害力的には割とあるんでね、この あのテーマ。ちなみにこれ展開トーンの後としてもまあまあ強いんですけど、これで、アプレンティスを墓地に送ることによりカードを1枚墓地に送る。なにうらら、ミラーソードに打てないのお前やるな、ミラーソードに打てないのやるな。まあ抹殺の示し持ってるんですけどね全文字芸人なんで抹殺の示し、ちなみに墓穴もケアできてます、これ抹殺の示しだったんで一応。でうららをぶっ込みまして、でもウララトップだなこれ多分。でかく乱作戦墓地を送る。でまあ最強カード2枚サーチし、はいはいはい。でこの後スタンバイフェーズ中なのでまずロールバック打ちますよと。はい。で何をコピーするかというと史上最強カードかく乱作戦をコピーで、キマイラ効果、はい、最強モンスター爆弾めちゃくちゃ決まるわこのデッキ、やばいわすごい。まあしかもこの辺ハンデスが一番強いから世の中でデッキに戻して引かせ直さない、これが一番強いから。墓地送るでもなく除外するでもなく破壊するでもない、デッキに返して引かせない、これが一番強いから世の中で。先行暗記より強い、だって何も言えないんだもん相手、史上最強デッキできたわ。アプレンティス引けてないときは今まで通りのあのキマイラでしかないんだけどね、このテーマ。カップオブエースやばちょっと待って何これ、留意層か、おなんだこれ、おうんこみたいなカード使ってんじゃねえぞ、おいカップオブエースに入れんだもん、どういうことだよ、絶対運命力かお前、竜の霊夢だと、なにダークブリム、これなんでカップカップオブエース入ってんのそのデッキ、ちょっと待ってわけがわからない。ダークブリム、まあ、これは強いだ普通に、竜の霊廟ダークブリムのさデッキにさカップオブエース入ってることある、これ。何これ、覇王門の魔術師、なんか急になんか優雅展開始まった、やばい、急に優雅君の展開始まったぞ。で覇王門ゼロね、はい、いいでしょう。アストラムやば強っ、カップオブエースで引いたんだろこれこれカップオブエースで引いたんだろこれ、普通になんかやっぱ展開力やばいですよね。あ、ルフラン、あ、幻想覇王か、これ幻想覇王、幻想覇王でもカップオブエース入ってる意味わかんないけどな。
こっから多分ペンデラム召喚だよね。揺れろ魂のペンデラムって言ってペンデラム召喚してくる。ライトブルーム、ダークブルーム、ライトダーク、覇王門の魔術師、アストログラフマジシャン、クープレで、ナメック星人来た、ナメック星人来たー。で覇王門の魔術師の効果発動して攻撃の竜がサーチされる。強すぎバロタ。ちょこれここまでいくとさすがに無理かな。まくれる気がしねえ。あ、出た、爆乳剣士、爆乳剣士イグニスター P、 これ P カップってことでしょ。これこれなんか爆乳剣士イグニスター P の P はあのカップ数だって言われてますね。はい。でマジェスティ、P の効果によってサーチ光の結界、何はっ、やばいカードさせた。アルカラフォース新規はまだ来ていないぞ。光の結界、はい。何これ光の結界ってどういうことどういうこと、ちょあまりにもわからない。何が起きるんだこれは一体全体。はい、ドラゴサック、はあ、何これ、わけわからん、まるで意味がわからんぞ。2体をリリース、なれアドバンス召喚だとえ、ここまで召喚券使ってないのマジやばっ。ドラゴサック効果、トークンも特殊召喚だと。何？いや、でもザ・ワールドの、効果でトークンは墓地に送れないぞ、てめえ。トークンを墓地に送ることはできない。何？あ、トークンはビッグスパイダーに変えられました。もしかしてこれをコストにするつもりでしょうか、彼は。おい、なんだよ、この謎デッキ。おい、待ってくれ。カッポベース、分かった、カッポベースってそういうこと、太陽竹馬ってこと。ちょ待って、ガチだからな、意味不明な、ちょ普通にターンスキップされたんだけど、なんかちょ待ってくれ、おい俺のターンどこ行った、意味が分からんぞ、まるで何2体目何これ、どういうこと。あ、光属性だからペンデラム召喚したかったんかな、もしかしてそういうことかな。幻想でスケール9あるしな。いやでも何